ス温泉ちょっと今右の上から降りてきたんですけど、ここにカルロス温泉が、なんかオルフレの山に登った時ケイさんとここ入った記憶があります。登別カルロスって言ってる入浴剤のカルロスです。道が分かれて、クッタラコを通る道と登別温泉を抜けていくのと道が分かれてくるなと思ってます。登別温泉まで11キロ。クッタラコって不思議だね。上から見たら一円玉みたいにまん丸、まあ10円玉でも何でもいいけどまん丸なんですよ。不思議だなって。まあ噴火口に水溜まったんかなって思いますけど、北海道道、北海道の道道にですね、5月は爽やかな風景を見せてくれます。5月になればってね、そんなお話があるんですけど、まあいっぱいあるんかな。暖かくなるとか緑あふれるとか鳥が子供を、ね、育てるとか、5月になれば田植えが始まる。いろいろ自然が夏に向かってなんかね、そういうのが5月かなって。何の山菜ですよね。はい。